まあ、同じような測定をしてみると、まあ、どのような値が出るかという形で県外 の外部被曝線量について、まあ、現在になりますけれども来年のデータになりますけれどもそういったことを調べさせていただこうと思っております。でホールボディカウンターの測定に関しましても福島県の今実施をしておりますものこれは来年も継続するということで伺っておりますので継続して実施をしていくということでございますのでこういったこの3番4番につきましては来年以降の被曝線量の把握という形になろうかと思いますのでこういった測り方につきましてもぜひご意見を賜ればというふうに考えているところでございます。事務局から以上でございます。どうもありがとうございました。まあ、随分事務局は努力して、現状と事実、そして人のかなり失点を明らかにして書きまして、それから評価 もこの委員会の評価、それから他のところにしてもそれぞれの名前を書いて書かせていただきました。県内と県外でございます。で、今からここについて議論、ご議論いただくんですけども、現状事実についてまだこういう調査があった方がいいというご意見がありましたらぜひそれもいただきたいと思いますし評価としてここに自分の意見として加えたいということがありましたらぜひそれもいただきたいと思います。決して積み残しのないように皆さんが了解して次の段階にしたいという気持ちでおりますのでどうぞまだご自由に ご意見いただきますようにお願いいたします。まず順番としてずっと甲状腺のところをやり始めると長くなって次に行かないもんですから順番を変えようかと思ったんですがやはり、順番でここに書いてある通り甲状腺の方から最初にご意見をいただきたいと思います。先ほど言いましたように何か加えるべき事実が足りないここに来ていない今まで出てこなかったというものがあればそれのご指摘も結構ですし、から出てきた事実に対しての委員のそれぞれの委員の方のご意見もぜひ伺わせていただきたいと思っています。どうぞ。すみません、資料の 2-2 でご説明いただいた線量センターデータの管理なんですけど、この県民健康管理調査データベースへの取り込みについてはどういうプロセスで、どれくらいのタイムスパンでどういうこと形で行われるかというようなことをかいつまんで教えていただければありがたいです。すみません今こちらで把握している限りで恐縮でございますが今県民健康管理調査で実施をしておりますものは逐次データと入っているというふうに伺っておりましてでまだ懸案になっているものは個人線量計で市町村が取られたデータとあとはホールボディカウンターをどうやって入れていくかというところが目先になっておってで23年度のデータに関しましては市町村にご協力をお願いをしてデータを様式の形で定められた様式の形でいただいてデータをいよいよ取り込みという形に進んでいらっしゃるというふうに伺っております。でそれで逐次24年も同様な形で入れていくという作業が続くというふうに聞いておりますのでそういう形でまず被曝線量の方からデータベース化していくという計画と伺ってございます。事務局より今の説明を補足させていただきます。今回はちょっと資料用意できてないんですけども前回の資料でお示しいたしまして県民健康管理調査の検討委員会で出された資料でですね、それを示させていただいておりますけれども、そうですね、今月からはですね、個人線量計については今月からのデータ蓄積を、今データベースのシステムを開発しているところですけれども、個人線量計については今月からデータの蓄積を開始して、ホールボディカウンターについても4月以降順次蓄積していくというようなスケジュールと伺っております。よろしいですか。今のどうぞ。マイク。
この資料2の1の評価のところで、前回と私の初の参考書もあの引用していただいた上に、さらに厚かましくて恐縮なんですけれども、もう一つ発言した内容で、ここに関係するものがございます。参考資料3に、前回の議事録を、出していただいていますけれども、その28ページの、左の28ページの下の方ですね、私の記事の中で、あくまでも窒息が行われたのが川崎と飯舘といわきの一部ということで、それ以外の自治体についての窒息地がないということをご指摘いたしました。でそのために、福島県の報道記録との照合、他、シミュレーション結果との照合等も、必要ですということを申し上げたわけですが、それはあくまでもこの甲状腺 の、 検査が限定された、対象の子どもたちにしか行えてないということを、確認するための発言でもありました。また、福島県の行動記録との、照合ということが、資料2の2の1、今丹羽先生からも、ご質問があった項目につながる意図で発言をしたので、できればこの評価のところに加えていただければと思います。今の議事録の28ページのところの裏のね、下の方の、で、この、この記録、他の表で行っている環境問題のシミュレーションなども照合すると、広く見てくださいということであります。具体的にこれも、はい、どうぞ。すみません、事務局から、ご指摘ありがとうございます。今ご指摘いただいた、春日院からご指摘いただいたところについては、資料2の1ではないんですけれども、参考資料の2でですね、の方に加えさせていただいております。参考資料の2が、甲状腺の医学の現状や事実をについてより詳しめに抜き出したものなんですが、これの2ページでございます。2ページの、3パラグラフに相当するようなところですけれども、春日委員の第3回目の質問としてちょっとファクトに近い部分だけ抜き出して書かせていただいて、逆にシミュレーションのところについてのご指摘はここから落としているんですけど、参考資料の資料の2の1の方にシミュレーションは関連した発言があったので、そこで記載させていただきました。以上でございます。ありがとうございました。私はこの、資料2の1の中で、あくまでもそのお示しいただいた1080人については、基準、つまりスクリーニング基準の、を大きく越す方はいらっしゃらないだろうという、そういう結論には同意いたしますけれども、測ってない子どもたちについてもそれが当てはまるとは申し上げてないので、そういう意味でもちょっと、確認させていただきました。これ、今のご質問またいただいてすぐに返事はできないと思いますが、ご質問じゃあります。事実として加えるところに今お気をつけていただいて、事実のところにご返事するということですか。他にご質問ございますでしょうか。もう皆さん心から納得した格好でいいと思いますので、どうぞ何でも心に残ってたらご質問いただきたいと思いますが、ちょっと指名するわけにはいかないんで、どうぞご自由にどうぞご理解を。じゃあ甲状腺のところはこの前の日を行ったんで、次によろしいですか。まだ早いです。どうぞ。補足というかですね、院の先生方にも届いているんではないかと思うんですけれども、
出版社からの論文が送られてきてるかと思います。それでちょっと今日の会議の直前に送られたということもあって、事務局でも精査する時間もなかったので、それについては次回また取り上げたいと思っておりますけど、まあ、甲状腺の小児スクリーニングに関するものでございますので、まあ、今日これで終わりということになって、次回も引き続き検討していきたいというふうに思います。それは次回提示するつもりでございます。以上でございます。今のお話の方は委員のところには直接来てなかったんで、他の委員の先生いかがでしょうかね。あ、届いてますか。すみません、簡単に今3時間の方からご案内を差し上げたところで言いますと、最初事故直後に、まあ、シミュレーションという形でスクリーニングをした時に、いつの時点で要素が放出をされて、計算をするのが、まあ、一番適正かという形で議論をいただいて、その時の、値としてより高いシミュレーションも、まあ、できるのではないかという形でご意見をいただいたというふうに承知をしております。で我々、まあ、これも理解としてなんですが、そういったご指摘も踏まえて平成24年に放射線医学総合研究所で改めてシミュレーションをさせていただいて、でどういったモデルが実際の放出するタイミングと、まあ、一致するのかということをご議論いただいた上で、これ第1回でお示しをさせていただきましたが、できる大体の、被爆、これぐらいのタイミングで、まあ、放出されただろうというシミュレーションを踏まえて、最終的な予想 の, 90% 対応値を出していただいたというふうに理解をしてございますので、まあ、また改めて必要であればこういう形で資料を提示させていただいて、そこに対してこれまでどういう形で対応してきたかという形でご披露させていただければというふうに思っております。多分この会議でも赤石先生からお話しいただきましたよね。計算の方法で連日の接種はあったとして求めた値であると。ただし1日15日なら15日にあった場合には値が変わるというふうなご説明があったような気がしますが、まあ、1日に入ったとすれば多くなる被爆線量が多く計算できるというふうなことが主にあったような気がしますけども、でそれは、まあ、この次ということで、はい、いただいている論文は、まだ出版される直前のものということでいただいております。で出版社としては、まあ、岩波書店からのものというで届いていたと思います。でさっき事務局の前田の方から内容について説明がありましたけど、もうそういった接種シナリオの設定を変えたということと、もう一点バックグラウンドについて個別のバックグラウンドではなくって空間線量の空間の線量をバックグラウンドとした方が適切ではないかということで、空間線量率を用いた推計した線量を再計算し直していると、そういった内容の論文でございますので、いずれにいたしましても次回改めて提出させていただきたいというふうに思っております。以上でございます。他に甲状腺のところに関してご意見ございますか。まあ、できますればなんですけれども、県内1080人をベースに種々ご議論いただきましたので、可能でありましたら県外の予想の被爆につきまして栃木県の例をお示しをさせていただきましたし、本間先生からもご発言がございましたけれども、そういう形 の, ご理解をシェアさせていただきて、県外全体ですねをシェアさせていただいてよろしいかどうか、すみません、ご意見を賜ればというふうに思っております。第1回のか2回の時にご発言いただいたんですよね、県外のことに関して県の委員会に関係していらっしゃる
例えば鈴木先生からお話を伺ったと思いますが、はい、まあ、栃木の場合は WSPD のグループから、まあ、ほとんど外れてて5ミリシーベルト未満ということだったんで、私たちの件に関しては非常に内部被曝に関しては、まあ、議論があまり大きくはならなかった。で、内部被曝に関してはこの次のページに書いてありますけども、うちの大学それからもう一箇所独協大学の方で事故直後から内部被曝線量を測り続けてた連続データがありましたので、それと途中から測り出したモニタリングデータとの、まあ、付き合わせで外部被曝線量を推定するというような方式で、一番高いところでもこれくらいだろうというような評価をしてきたデータがあります。ただ茨城とか宮城とかに関して私たちの報告書は何も述べてないということも、ここでもう一度少し付け加えさせていただければと思います。どうぞ。今鈴木先生から茨城というのが出ましたけれども、南側の方が要は要素セシウム比が高い沈着に関してですね、そういうデータがございます。それから、食品のモニタリングでも高いのが茨城の方で出ていますので、すでにもしかしたらもうデータ出していただいたかもしれないんですが、その茨城の、特に北の方の評価はどうなっているのか、その辺についてご説明いただけますでしょうか。それは結局ここで議論すべきですけれども、その資料があるかどうかという今先生の注意点、事務局の方でその辺をどういうふうに資料等準備されているのか、すでに出たものがあればちょっと確認をしておきたいと思いました。ご質問ありがとうございます。福島県内、特に今ご指摘があった茨城県北部についてのデータというにつきましては非常に限られていて、私どもとしてもその提示としてはなかなか十分でないところもございますけれども、参考資料の2をご覧になっていただきたいと思います。今まで提示させていただいたものは主なものとしてですが、参考資料2の4ページからございます。大気拡散シミュレーションからの推計でございますが、まあ、ここの中この項目の中の5ページにシミュレーションのマップがございまして地図がございますけれども、まあ、ここで、まあ拡散のシミュレーションの結果の地図でを提示させていただいております。またあとデータとしては今回はなくて 前回に示させていただきましたけれども、5ページにございます、6骨7骨にございます航空機モニタリングからの土壌沈着量の推計とか I-129 からの土壌沈着量の推計、そういったものを提示させていただいてございます。で私どもも他の情報とかですね、こういうものがあるとかいうことをご指摘いただければ、それをまた次回なり用意したいというふうに思っております。まあ、後ろに今これ以外にご存知のデータがありそうなところがあれば、ぜひご指摘いただければそれを次回までに準備していくという、まあ、ようなつもりで今ご意見伺っております。あるいは今ここにあるデータについての先生の評価があればそれもご伺いたいと思います。まあ、ちょっと私も全てを把握しているわけではないですけれども、むしろ今の参考資料2のですね、4ページのところの、4番目ですね、JAEA とか、まあ、東海村のそういう施設の方で、かなり細かく測ったデータがあるはずですので、そういったところから、まあ、その茨城の特に北部の、まあ、実態がどうであったのかというのは、少し丁寧に見る必要があるんじゃないかなという印象を持っています。
どうぞ。続きです。あと母乳のデータとかが、あの水道水の汚染のデータからあの母乳の汚染データ、そういうものをベースにしたあの考え方がないか、あの文献的には、産婦人科学会だったかどうでしたか、何かあの評価を書いてたかと思いますので、それも参考になるかと思います。あのまた次回までにご用意したいと思います。ありがとうございます。中村先生、あの IRI で129と131、29測って131を出すというそのデータは、あのこの前学習大学の村本先生に会ったら随分データが揃ったと言っておられましたので、それとそれから、もう一つは原子力研究センターが来年度計画しているという話を聞きましたので、その辺のデータは入手できるのではないでしょうかと思いますが、どうもありがとうございます。他にございますか。これは一度もあのまだもう他のデータが見つかれば、あるいはご意見があれば伺うというスタンスで、まあ、いくとできるだけ早く出していただいた方がいいわけですけども、それじゃあその次の外部被曝の方に行きたいと思いますが、これもあのあまり評価の方が今度は比率が減りまして、現状事実のところと北福島県内県外の外部被曝甲状腺以外の被曝、同じように現状と事実と評価が並んでおりますが、ここについてどちらでも結構です。評価としてでも結構ですし、まあ実に県の農村の基本調査の結果に対して、これがこれでもうこれが一番信頼できる今後のデータベースにすればいいというお話なのか、それ以外のものがあるかというような感じにもなるかと思いますが、どうぞ。これはあの前回か前々回の委員会の時にこの県民健康管理調査の結果というのは信用できるのではないかというこの会議でそういう結論が出たと思うんですけれども、だからあまり書いてないのではないかなと私は、それで一応結論が出ているというふうにあの議事録に残っておりますので、検討委員会の資料から作成した評価だけですね。あまりまだ委員からご意見いただいてないというものですから、今回は少し時間を取ってどうぞ。ご意見の明石でございます。あのこの外部線量については、あの 前々回でした、あの線量の、どういう評価をしたか、それを第三者というか客観性があるかどうかという議論をされたと。で、あの時に、うち保育園から来たものが発言したかどうか分かりませんけれども、改めて、申し上げますと、あのソフトについてはあの我々放射線医学総合研究所のスタッフが作成をしたソフトを使った。でそれについてそのソフトの、妥当性というかその考え方、それからあのについては線量評価に加わっていない第三者の先生に、作っていただいた評価委員会で評価をしていただいて、これで線量評価することが妥当だろうという評価をいただいた上で、あの線量をあの行動調査に基づいて線量評価をしました。それがあの現在出ているあのところでございます。
で、一箇所ちょっとソフトがずれたことがあって野犬民の方にご迷惑をおかけしたことも事実ですが、それについては再度評価をし直しまして、計算をし直して権利を解消いたしております。どうもありがとうございました。そうすると、あとここに出ていると飯舘村の評価に関する研究1800人のこれに関してはもう条件が違うということで、これはこれで納得できるけれども、まあ、より県民健康調査の方が細かくやっているということで、そういう感覚でよろしいですか。県民健康管理調査の基本調査と、また飯舘村で今中先生がやられている調査について、これは今中先生にお願いが行っている調査は環境省の今年度の事業で、今月末までの事業ですので、報告書が3月末にはそれに来ると思いますので、今日の議論を踏まえて、次回は、その報告書を提示したいと思っております。以上でございます。から外部被曝に関する福島県外のご意見の事実がここではありないかりは評価に関してございましたら、どうぞ。先ほど の今中先生の伊達村の占領許可7と出てますよね。ここのところのやつで、それはご意見のやつとよく合ってんじゃないかと私は思ってるの。理由はですね、前提が8時間野外でというのと、ご意見のやつは行動調査に基づいて8時間さすがに野外にいる人はいなかったわけで、それでそういうような意味で言えば当然向こう8時間の野外のと1点何時間ですね、平均の滞在時間を野外で、そういうのを入れたら大体その3割ぐらい低くなるというのがありまして、そうすると7の7掛けかだから 5ミリで、保育園のが3点何ミリとかいう数値だったから、逆にすごく合ってるなと僕はびっくりしたんですけど、この今中先生のデータをちょっと今日私初めて見たのでまだ比べてないんですが、もしこれが公開されたデータとなったら比べることができると思いますので、はい、そしたら計算したいと思います。だから条件がかなりこう違って、8時間とか、それから射程も目標の射程だけですね。だから前提が違うよね。私どもでやってる調査、占領評価はその個々人がどういうところにいたのか、それからどこにいたのかということは全く見えませんので、おそらくそれは、また県民健康調査の行動調査と合わせないと比較はできないんですが、この数字と、同じ集団としての数値の比較だったらできるかなと思います。どうも。県内のアンドル、このデータの他にですね、近畿大学の先生方は川俣地区でしたっけ、かなり早期から入って個人占領計でずっと継続して測定しているデータがありますんで、それとこの県民健康調査と の整合、突合を図るというようなこともそれぞれのデータの信頼性を高める上で重要なポイントだと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。近畿大学、はい、ご指摘ありがとうございます。また次回までの宿題とさせていただきたいと思います。どうぞ。ちょっと、理解不足かもしれませんけど、県内のですね、外部被曝のところで曹操地区だけが 78% 他のパーセンテージと比べてかなり低い方が1ミリ BC で未満というふうに記されていますけども、これ他の残りの曹操地区の方 22% はそれ以上ですよね。これと他の地区と比べて何か大きな差はあるんでしょうか。
2ページの左の県内。あ、すみません、ちょっとじゃあ事務局からご説明をさせていただきたいと思いますが、もし阿部先生そこがあればご案内いただければと思うんですが、今曹操地域、当然原発がございますので、まあ、一番近い地域ということで、1BCB 未満の方が 78%、 2BCB 未満の方が、16.7%で、3BCB 未満の方が、まあ、2.5% という形になりますので、これで、94.5% ぐらいになろうかと思います。で、一番高い方で言いますと 25mmという形になるんですが、平均値を取りますと、0.7mmだったという形で、2月の、県民健康管理調査検討委員会でご報告をされていると思います。どうもありがとうございました。こちらには福島県の健康管理検討委員会に関わっていらっしゃる先生もたくさんいらっしゃるので、お見せにお気持ちだと思いますけれども、まだこの基本調査の回収率が必ずしも良くなくて、それは福島県の会議でも毎回指摘されています。で、県の方では簡易調査版を作ってさらに調査の調査回収率の向上を図っていらっしゃるところですので、ここの評価のところでですね、現在のその集まった集計結果だけで全てが分かってしまったように印象付けた表現ではなくて、さらにこれからもその基本調査、行動調査を続けていくという、そういう方向性に結びつけられるような評価を加えていただいたというふうに思います。具体的に何かさらにというときに具体的な提案がございますか。はい、そうですね、この評価の、今のバルデータをさらに強化するための具体的な提案があれば、はいはい、福島県の取り組みとして行われているその、簡易調査票の普及も含めて回収率のさらなる向上を促進するとともに、その結果を踏まえてさらに解析することが必要であるくらいの、そんな感じのイメージかと思います。どうもありがとうございました。どうぞ。今日もこの大きな表のですね、B4 のやつでいろいろ線量の評価で今議論が進んでおりますし、まだまだいろんな意見がまだ出てくるんじゃないかと思うんですよね。まあ、しかし一応この前回ですね、私今日資料で出されているこのアンスケアの報告書、和文になっているものですけれども、そこの32番のところです。一般人に関しているところで、かなり明瞭にですね、私はこれはすごく支持したいんですけれども、一般標準とはですね、顕著に異なる習慣や行動を持つ人々だとかですね、そういう方がいるということでですね、こうやって皆さんがもう熱心に被爆線量のことの議論を、まあ、してですね、一定この大体概括のことを言えると思うんですね。これは確かなものとして出していいと思うんですけれども、そうでない方たちも確かにいるということで、まだまだこの議論というのはですね、まあ、細かくやればやるほど続くし、言ってみればその行動調査も全部終わってない、十分にできない状況の中ではですね、この要するにいろいろとこの我々が推測していって、この被爆線量とかそういったものについてですね、推測したもの以外のですね、値を持っている方っていうのも存在するっていう可能性があるっていうのが、この31番の指摘だと思うんですよ。私たちはもう少しそういうことも含めたですね、この認めるその確認事項を認める以上にですね、またもう少し範囲を広げて、この福島県民あるいは福島県外の人たちのですね、健康のことについてですね、議論を進めるべきじゃないかというようなことでですね、早速ですね、そういう議論に進めてもらいたいと思うんですよね。今日のところはですね、だから、まあ、このもう評価やってますとですね、いろんなことまだまだ出てきちゃいますけれども、一応ばらつきはまだまだあるんだということを認めていただいた上でですね、その今現状事故が起こって、県内外の方たちのですね、
健康の支援をどうしていくのかということについて議論していただきたいというふうに思います。まあ、もう評価のご意見としていただいて、入れておいて、他に何がありますでしょうか。予定より早い何もしないわけではありませんが、もうよろしいでしょうか。その次はその内部疑惑、本庄さん以外の内部疑惑につきまして、内部現状と評価と、それから県内、県外につきまして、ご意見がありましたら、どうぞお願いします。内部結局今ここに書いてあるのは国交労省の職員からの問題、それから福島県のホームページのホロボディカーというの2つの値の、まあ、1個をこの評価に取り入れてあるということですが、もしこの委員として、専門会議とか会議の委員としてご意見ございましたら、もうこれは本当皆さんその専門家としてそれぞれの立場でご意見いただいているということはできないですので、自由にご発言いただいて、あ、どうぞ。食品の汚染という立ち、その影響という立場からすると、この県とか国以外に確か生協が大きな調査をやっていたんじゃないかと思うんですが、そのデータはどっかに公開され論文になっていったんじゃないかと思うんですが、そういう第三者的なデータもしあればこういうところに提示するのがいいんじゃないでしょうか。本当に岩先生ご存知じゃないですか、生協のデータ。どこが生協ですか。そうですね、生協は200、拡大検査で調査で200ファミリーまでは論文になっています。でまだそれはちょっと増え続けるのと、それとボールボディカウンターのとカップルさせるという解析が今なされています。拡大の方式何の話ですか。あれは僕が入っている、今 ご指摘いただいた生協の鍵膳の調査について資料としては提示してございませんので、また次回にはそのデータもなるべく集めて提示したいと思います。ありがとうございます。なるほど、ぜひもうはっきりしたいいなデータですので、ゴールボディカウンターで他の県で測ったデータというのはいくつかあるんですか。鈴木先生の茨城でいると、栃木は比較的汚染の高い地区の、100名ぐらいだったかと思いますが、そこの幼稚園小学校を中心にして、そこの 全校生を一応目標に測っております。でそれの結果はやはりここ2ページの方にちょっと書いてあるそう思いますが、検出データにかという評価です。もう福島県以上の内のホルモニカウンターの結果が出たというところは、まあ報告としては驚きない。はい。やっぱりここはあんまり皆さんあまりこう内部比較外部比較そんなにご意見が分かれないということで、ご意見が少ないのかもしれませんが、まあ続けるということではありますけれども、やはりいつまでもだらだら気が続かないし、もうできれば本当に後で出ないぐらい十分にこれだけ出ないで、新曲でデータを探し、そしてそれに対して評価を取り進めてもらうので、まあ後でも思い出したらまたぜひお願いしたいと思います。。 Thank you.
連して全体的なご質問なんですけれども、あの私も含めてあの、まあ、他の先生方は専門家の方が多いのでいろいろ資料をご存知かとは思いますけれども、この委員会の委員だけで、あるいは事務局だけでですね、あの把握できるあの情報には限界があると思うんです。環境省としてあのその他あのもう国民一般からの情報提供、あるいはその、専門家あの一般からの情報提供を受け付けるような窓口っていうのは設けていただいているんでしょうか。あの事務局から簡単にご案内しますと、あのこ の,、まあ、あの会議自体はあの放射線医学あの放射線という形であの専門家の先生方にあのお集めをいただいたということがございますので、あの通常の医学も含めてですね、あの相当あの今回 の, あの福島 の, あの現状についてあの、まあ、あの データの居所も含めてですね、あのご理解を賜っているのかなというふうに思います。あの具体的な評価みたいなものもあのそれを、改めてあの見ていただいてご評価をいただけるということを思っておりますので、あの基本的にはあの専門家あのこの先生方を中心にご議論いただきたいと思っておるんですが、あの当然あの冒頭あの副大臣からもご挨拶で申し上げたとおり、あの広い専門家の先生方 の, あのご意見を伺うことは非常に重要だと思っておりますので、あの大体皆さんお忙しいので日程調整大変なような気もするんですが、あのもしあのこういう方からもあの意見を聞いた方がいいというあのご推薦とかございましたら、またあのご指示をいただければ、あのこれあのまた座長とご相談しながら議論などなんかもご相談させていただきたいと思います。私自身はこれも専門家会議で本当に専門家の方が集まっていらっしゃいますので、ここで皆さんのご意見で専門家としての議論をしていただくというつもりでおりますけれども、まあ、あの他からこの委員以外にもお話を伺いたいというご希望がございましたら、いつでも申し込みいただければそれに沿って努力いたします。さてそれではあのすいません、あの、先ほどあのこの線量の話はですね、まあ、少しあの途中でもするっていうのはお話だったんでいいと思うんですけれども、あの実はですね、あの埼玉の南から千葉の北に関してですね、まあ、大変その不安を残したままですね、あの住民たちに不安を残したままの状態になっているところがあります。これはあのきちんとやはり国の方からですね、このところの線量はどうだったかということはですね、きちんとしたメッセージを出すべきだと思うんですね。ただもちろんその先ほど言いましたようにですね、行動のだとか食べてるものだとかそういったものの何て言いますか、不完全性だ、まあ、いろんな行動だとかそういうのもありますので分かりませんけれども、ただそこの人たちについてはどうなのかということのちゃんとメッセージはですね、出すべきだと思います。まあ、かなりですね、水が配られたとかですね、大変その住民にとってはですね、印象的なあの事態がですね、あの時ありましたので、やっぱりそこのところの心配を解くためにもあの必要だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あのなかなかあのこう、まあ、事故後あの3年を経過したこともございますので、あの事故直後のデータあの集めることにはあの限りがあるとは思っておりますけれども、あの例えばあのこれはあの告知に入る前 の, あのモニタリングデータでございますとか、あるいはあのお食事のデータなんか、あの影展なんかはいい例だと思うんですけれども、あのそういったデータあの可能な限り集めたいと思っております。であのそれがあの一つのご回答、あのもしあのこういうデータが他にもあるぞということがあればぜひご意見いただければと思いますが、あのそういったものと、あと、まあ、あの冒頭私資料説明する際に少しだけご案内しましたが、あの副感染ので比較的あの高い県外の方々につきましては、まあ、これあの全員というわけにはなかなかいかないと思いますが、あのサンプル的にあのガラスバッジであの個人線量計であの測定を外部被曝を測定してみようという形で、まあ、来年度考えてございますので、これあくまで4年目の数字になりますが、あのそういったあの数字も一つあの参考になるのではないかなというふうにはお聞かれをしてございます。
どっていうのがありがとうございました、まあ、他にもその情報があるけれどもというのさ、まあ、事務局にここもこういう格好で調べたらというご意見がございましたらぜひ伺ってそれに従って事務局で調べるということもできると思います。まあ、これは個人ベースでそれぞれ業者に頼んで尿中 の、 あのセシウムとか測ってるデータが結構あります。ただあのこれはもともと調査としてやってるんじゃなくて、まあ、個人同士の契約で出てきてるデータなんでそれがこう使えるのかどうかっていうところが、ね、まあ、個人情報との関係もあって難しいところはあると思うんですが、ある程度あの福島以外のいろんな地域での、まあ、内部被ばくの、まあ、6月から、事故後3月4月は測ってなくて多分6月以降のサンプルが大部分だと思うんですが、そういうようなあの空間的な分布のデータというのは見たことがあります。ただそれは公表されない、今までは公表されてないデータで、そういうものがありますのでどういう形でそういうものが使えるのかというのもちょっと検討していただけるとありがたいと思います。どうもありがとうございました。それでは次に入ってその、まあ、今日おいでいただきましたお二人の先生、まあ、未来さんのヒアリングについてお話しいただきます。で今回先山先生と秋葉先生ご出席いただいておりますから、お二人からお話を伺って ご意見は最後にまとめてということでございます。で最初に先山先生先生もです、今日この会議で発言の機会をいただきましてありがとうございます。あの与えられた時間は10分というので、あの資料すべてをあの説明できませんけれども、知っていただきたいことですので説明できない部分は後であの参考にしていただきたいと思います。私はあの国会事故調査委員として、あの福島第一原発事故原因調査に参加させていただきました。ここではあの2012年7月に提出した調査報告をベースに発言させていただきます。資料丸1事故報告の結論にありますように、福島原発事故はまだ継続しています。しかも増え続ける汚染水、労働者被曝線量の増加など多くの問題を抱え、状況は当時よりも深刻になっており、収拾の目処は立っていません。調査によって明らかになったことは、電気事業者を監督すべき立場にあった規制当局がその任務を果たしておらず、事業者は歴代の規制当局に規制の先送り、規制を緩めるよう強く圧力をかけていたということです。これが成功して安全対策が取られず脆弱性を抱えたまま 3.11 を迎えたという面で、この事故は人災であったと言えます。関係者に共通していたのは、およそ原子力を扱う者に許されない無知と慢心である、国民の安全を最優先とせず組織の利益を最優先とするマインドセット、思い込みでした。住民の被害の状況についてはまだ先の見えない避難所生活が続いています。その原因は規制当局の住民の健康と安全を守る意思の欠如と健康を守る対策の遅れ、被害を受けた住民の生活基盤回復の対応の遅れ、住民の視点を考えない情報公開にあると結論しました。この状況は報告書提出後1年半以上経った本日に至っても変わっていません。
放射線による健康影響について関しましては報告書4部にあります。これはお手元の資料1の、30ページから15から30ページに説明してあります。低線量被曝によるあの資料2です。2の、2ページから3ページにあります。低線量被曝による万発障害に関しては今の2の2から3ページにあります。で、一定線量以下ではリスクがないという指摘値はなく、リスクは線量に比例して増えるとする指摘値なし直線モデル LNT モデルが国際的な合意事項となっています。放射線感受性は年齢や個人によって異なることから弱者を考慮した対策が必要です。放射線に安全量がないということは放射線の持つエネルギーの大きさが生体を形成している分子の結合エネルギーの大きさの数万倍にもなるため、放射線の軌跡が1本通っても DNA などの電子分子に複雑損傷を起こす可能性があるためです。政府関係者が100ミリシーメルト以下ではリスクがあると科学的に証明されていないという場合、引用されているのが広島長崎の寿命調査です。しかしその14項では資料2の2の、5ページに示されているように LNT モデルが実際のデータに一番よく合うこと、次のページに示されているように線量あたりのリスクは200ミリグレー以下の方が全線量域の高いのです。このことから著者らは放射線が安全なのはリスクの放射線がゼロの時のみだと結論しています。この図を見て100ミリシーベルト以下はリスクがゼロと言えるでしょうか。政府が期間のめどにしている20ミリシーベルトもリスクがないとは言えません。しかも20ミリシーベルトというのは年間の線量である。5年住めば100ミリシーベルトになるのです。次のページは非がん性疾患の線量に比例し応じて増加することを示しています。この図から分かることは線量と疾患の関係が被曝後15年ではまだはっきりせず53年経ってよく分かるようによく分かってきたということです。これを見ますと、これから考えますと福島の被曝影響がんおよび非がん性疾患に関しては早急に結論を出さずに長い期間調べなければならないということです。資料3のグローバー勧告について触れます。資料3ですね。国連人権理事会の特別報告者アナート・グローバー氏は福島原発事故による健康被害に関する勧告を2013年5月に国連に提出しました。その中で日本政府に対し1ミリシーベルト以上の線量域の住民に対して健康調査をするべきであること、子どもの健康調査を甲状腺検査に限定せず全ての健康への影響の可能性を考慮して検査するなどの勧告を行いました。で、3月20日グローバー氏を招いた院内集会でが行われましたけれども、その席で環境省の参事官は広島長崎の寿命調査では100ミリシーベルト以下では健康に影響が認められていない、なぜ1ミリシーベルトを持ち出すのか根拠を聞きたいと発言されました。広島長崎の寿命調査では上に述べましたように
放射線に安全量はないと書いてあるので、これにはグローバー氏も驚いたとおっしゃっていました。参事官によれば、このような情報を提供したのは放映権の先生だということです。もしこれが事実であるとすれば、放射線専門家は一般国民ばかりか行政官に対してすら正確な情報を提供していないということになります。そして100ミリシーベルト以下は健康に影響が認められないという理解に基づいて、政府はグローバー勧告に対して1ミリシーベルトというのは科学的な根拠がないと繰り返し反論したのでしょう。その上、そのような理解に立って健康検診や基幹政策が決定されているわけですから、これは国民にとっても大変な最悪です。今年2月に政府が発行した放射線リスクに関する基礎情報にも、その政府の見解が反映されています。資料丸2の最後のページにある確率的影響に関する上の図です。放射線による発がんは自然発生に発生率に上乗せされるべきもので、下の図のように示されるべきです。この冊子の作成に対し助言を与えた専門家有識者56人の中には、現 ICRP 委員をはじめ大学教授、法医研研究者などが名前を連ねています。専門家と言われる方々は、もし何らかの働きかけがあったとしても正確な情報を提供するのが社会的責務ではないでしょうか。で、次に事故報告書の5部に移ります。資料丸1、31ページから34ページは、電気事業者連合会電磁連が放射線管理に関し、規制当局、放射線専門家に対し働きかけを行っている文書を電磁連資料から抜粋したものです。電磁連は規制が厳しくならないよう緩和されるように、規制当局、放射線専門家に働きかけを行い、それが成功していました。特に ICRP 委員の国際会議に関わる旅費等を長年にわたって放射線影響協会を通じて渡していました。その結果かどうかは分かりませんけれども、 ICRP 2007年勧告に対する電力の主張が全て反映されたという記載があります。電磁連は研究分野に対しても規制が厳しくならないような研究を奨励していたことが明らかです。現在の状況は、この原発事故を起こした責任を問われるべき東電が何らの責任も取らず、その東電から利益供与を受けている専門家が事故の被害者である県民や市民の健康管理の在り方などを決める審議会のメンバーになっているという異常な状態にあります。これは正していただきたいと思います。次に、子ども被災者支援法の実施方法についての意見です。資料丸3の、A3 版にあります健康診断比較表をご覧になってください。これはいろいろなケースの被爆者がどのような保障を受けているかを比較したものです。表から分かりますように、 JCO 事故では検診の対象者は一時的に1ミリシーベルト以上を被爆した人になっています。福島では年間1ミリシーベルトでも保障の対象にはなっていません。公衆の被爆線量限度を事故以前に戻して、それを超えるところでは、福島県内であってもグローバー勧告にあるように甲状腺検査ばかりでなく、全ての健康への影響の可能性を検査するよう求める声は、
千葉県野田市市長による要望書をはじめお配りしました支援法に対する多くのパブリックコメントおよび要請を提出した自治体をプロットした全国地図にも現れています。これは年間線量が1ミリシーベルトを超える地域は全て支援対象地域に指定すべきであるとし、不安を抱えた住民が納得するような施策をしてほしいと要望しています。このような広い層からの要望に応え、福島県以外でも被爆線量年間1ミリシーベルト以上の地域の住民に対し健康に対する権利が保障されるよう強く要望するものです。さらに現在の検診は福島県が主体となっているため不具合が多発しています。日本医師会の提案のように厚生労働省に一本化して体系的な検診体制を整えてください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。また後ほど議論させていただきますが、予定に従いまして秋葉先生、次ご説明いただきます。はい、このような機会をいただいて大変ありがとうございます。それで先ほどの議論の時には申し上げなかったんですが、内部被爆等のデータについては、私が言うのもなんだなと思って申し上げてありません、申し上げてませんでしたけど、最近早野リーブ先生たちが高水田工学ジャパニーズアカデミーのサイエンスに書かれた平田中央病院の約3万人のデータなどもあると思いますし、同じく平野先生たちの給食の測定などのデータとしてはあるのではないかなと思いますが、そういう意味でちょっとここの議論でもすでに乗っかっているだろうとは思いますけれども、今日の議論ではなかったのがありましたのでご参考までに申し上げております。それで、資料22枚をお伺いしてございますが、実際には大半が非表示スライドでございまして、私の申し上げたい結論は最後の22ページに書いてございます。で、それをご覧いただきたいと思います。で、結論と、私どもの、そのインド等でやっている、高自然放射線地域に住んでおられる住民の調査結果から考えると、こういう可能性が今考えられるのではないかということで、それが学問的な仮説という私どものそういう結論でございまして、これが国際的に認められている結論だとか、そういうことを主張しているのではありませんが、で、固形がについては、原爆のような高線量率に比べるとインドのその高自然放射線地域のような低線量率の被爆の方が線量あたりの過剰相対率というのが低くなるのではないかというふうに考えております。ただし、それを個々の概念について見ていただくには、多少例外が出てくる可能性がある、まだそこを詳しく調べれるほどの症例数がありませんが、他の調査などから考えても乳がんなどの場合には例外でないかもしれない、その可能性を必ずしも否定できないというふうに考えております。血液に関してはまだ福島線では実と非常に強い関係がある、関係ですか、悪性疾患ではございますけれども、十分なデータがなくて、線量率効果は維持していないのではないかと、あるかないか分からない状況ではないかということで、という結論でございますが、最初のスライドの最初に戻りまして、その根拠をご説明申し上げたいと思います。最初のスライドはですね、最初の3枚目はありませんで、4ページに見ていただきたいと思います。これが地図のようなスライドが出しておりますけれども、インド大陸の南西部になります。一番南西はタミール州でありますけれども、その南西部になりますケララ州、大体人口が3000万人くらいという地域でありますが、それの大体、その南の端に州都であるトリバンドラムというところがございますけれども、一番この右側の木の下にトリバンドラムと書いてありますが、それから車で、約3時間くらい上に下に上がった地域に、自然の放射線、
自然の放射線が高い地域がございます。これはその次のスライドにご示してありますけれども、この地域で放射線レベルが高いのは砂浜に打ち上げられた黒い砂にモナザイトと呼ばれる放射性物質が含まれたためなので、で、その結果としてガンマ線のレベルがこういうふうに、まあ、年5日から12日に達する地域が少なくなると、そのような地域に数万人の方たちが住んでいる状況であります。それで、8ページ目に行っていただきますと、私どもの疫学調査の対象集団でございますけれども、まあ、この調査はですね、私あのこれはあの財団法人対立研究会がおやりになっている調査でありまして、それに対して私が、疫学者として助言を与えているということで、ございます。調査の主体は私ではなくて、他の財団法人であるということを申し上げております。まあ、同時に私どもは科研費、日本科学省の科研費でこの地域でも調査をしておりまして、喫煙に関する喫煙とがんに関する論文を、数本書いております。そちらの調査は文科省の研究で研究費でやらせていただいております。同時に先ほど委員会でお話がありました環境省の研究費が今出ておりまして、それを使わせていただいて、線量の評価を中心にとともに、リスクの評価をさせていただいております。で、この地域、神奈川真理地域という地域に大体、10人のパンチャーという、小さな行政区に分かりまして、1990年のセンサスでは大体40万人の人が住んでいた。で、その地域で、約7万人の家屋がありますけど、全ての家屋を訪れて放射線の屋外それから屋内の線量を測っております。さらには、1990年から97年にかけて、それぞれ全てのお宅で、面接調査を行いまして、生活習慣等についての情報を得ています。同時にこの1990年頃に地域がん登録というシステムを設立いたしまして、そしてその地域に、体の分かり地域におけるがんの罹患を全て把握できるというシステムを作っていて、それで結果が2009年のヘルスフィジクスというジャーナルに結果を出しておりますけども、その論文ではこの12のファンチャイのうちの、データがあまりにも膨大なものですから、比較的そのラデーションの影響を見やすいと思われる3つのファンチャイで、大体半分の人たちを対象にして、そして年齢を30から80歳、4歳に限定いたしまして、大体7万人の方を解析対象として、論文を書いております。その次のページに線量測定推定の方法が出ておりますけれども、今申し上げましたように国内線量、国外線量にそれぞれ、例えば0歳であれば大体何時間国内で住む、あるいはその下の方は国外で住むというような、それを係数性別に調べまして、対象としたのは大体1万人くらいの方を対象にして、その屋内あるいは屋外の居住係数を調べておりますけれども、それを使って例えば0歳の線量を計算する、で1歳も同様して計算するということで、それを積み上げて累積線量として、それを累積にと関連すると計算をしておるわけでございます。で、10ページには関心があるので、これは今申し上げた通り、先ほど申し上げた通りでございますけれども、国際がん研究者が発行している、具体的ながんに収載されているというものでありまして、精度は比較的高いというふうに考えられます。で、がん罹患率の比較が11ページに出ておりますが、この地域の特徴はやはりがんそのものが日本に比べるとかなり少ないということで、単に高齢化という問題が日本にあるというだけではなくて、そもそもがんが少ないというのはこの地域の特徴の一つであると。さらに、がんのどういうがんがで主ながんかということも多少違って、特にこの地域では紙タバコをかなり使いますので、口腔がんが多いという特徴がございます。次のページで12ページでございますけれども、このスライドに白血病のリスクの解析結果を示しております。1990年から97年にインタビューをしまして、それから追跡をして2005年まで、
発生した白血病のリスクを検討したので、ただし、今被爆した線量がすぐ白血病のリスクに効くわけではありませんので、その2年間のラグタイムのでございます。このスライドに示してますように、大体で30名くらいの白血病症例が発生されていますが、若干線量の高いところでリスクの1.6 とか 1.43 ということは、リスクが 60% あるいは 43% 高いということなんですけれども、まだこれは症例数が少ないので、特定の範囲、誤差の範囲であるというふうに考えております。最近これをさらに5年間追跡を延長しましたが、その結果ではこのリスクは少し1に近づいて、すなわちエクセスはやはり減って、ない方向に近づいて、これはデビレーションとアドミンということで、当然推測される問題になると思います。13ページは飛ばしまして、14ページに固形白血病の時間の、結果をまとめてございます。男女合計で見ていただけると一番目にかかりやすいと思いますが、リスクは全く増加していないということでございます。で、15、16、17は続きまして19ページに行っていただきますと、ここに、原爆被爆者とそれから私どもの調査の結果を示しております。原爆被爆者では先ほど、先ほどの先生のご報告でもお話でもございましたように、大体1グレーを被爆すると 50% リスクが増加する、それが直線的に増加するというふうに言われています。その過程の下で私、そういうような直線仮説の下で私どもの方のインドの調査結果を推定してみますと、マイナス 0.13 パーグレーという過剰相対リスクが現れます。13% 減って見えるんですけど、実際に減っているということを主張しているわけではなくて、増えてはいないということを主張したいわけなんですけれども、ということでこの2つの調査では線量率が違うだけじゃなくて、こういうふうに固形がんの線量あたりのリスクがどうも違いますので、これが統計学的な誤差の範囲ではないかどうかということを検定しているんですけれども、これは別途論文でございますが、P が 0.0111 で、U に近いという結論が得られています。15ページでございます。すみません。21ページに他の調査との比較をしておりますけれども、過剰相対リスクというのは、先ほどから申し上げておりますけれども、相対リスク低い値という値で、どれくらい過剰に、例えば過剰相対リスクが 0.5 であれば 50% リスクが増加しているということなんですけれども、原爆被爆者では大体 50% 1ぐらいで増加する。で、一番、規模も大きくて有名な調査というのは、原子力作業者の15カ国のデータをプールして、国際関係研究機関がやったデータのみたいですけれども、0.97 という非常に高いデータが値になっています。ただし、これは、喫煙の影響があるのではないか、あるいはカナダで、マスに非常に高いリスクが出ているのではないかというようなことがありまして、現在、ヨーロッパ、アメリカの研究者が中心になって、大体同じような国からデータを集めて、というか中心となったこの15学解析の中心となった国からデータを集めて再解析をしています。私がすでに、各国から出てきている報告を、一種の平均を取るという、メタアナリシスという手法で解析をしてみますと、この値は 0.14 になります。それはすでにジャーナル・オブ・ラディオロジカル・プロテクションに報告してありますので、ありますが、ということで、かなり低い値になるだろうということが予測されます。ということで、やはり、原子力作業者のような繰り返し被爆でも、きちんとした管理制御をやると、インドの地方自然放射線地域のような結果になる可能性が高い。言い忘れましたけども、私ども、中国でも同様の高自然放射線地域が担当省にありまして、がん死亡の調査をやっておりますけれども、ほぼ同様の結果が得られております。現場被爆者よりは、大体半分よりも小さいくらいの線量あたりに過剰相対リスクが、後継がんでは得られるのではないかというふうに思っております。これの例外が、ここの上の2番目にあります、テチャ川の調査、住民の調査でありまして、これは、付近にありますマイクといわれる原子核施設の
から環境テチャが、核の排気が排撃が流れて地域の住民が、まあ、非常に、放射能の被曝をしたということでですけれども、この地域では1950年代の初めとに1952年だったと思うんですけど、1ヶ月か2ヶ月の間に非常に高い被曝を受けています。その高い被曝は主に大被曝でございます。ということで、この占領率を計算してみますと、まあ、必ずしもその時期1950年のことというのは低占領率とは言えない、高占領率ではないんですけど低占領率ではないというレベルでございまして、そういうことがこのリスクを高めているのかもしれないというふうに思っています。ただしここで 1.0 という値を示してありますけれども、最近のこのロシア、アメリカの共同研究が行われておりますけれども、それから出ているがん死亡率についての調査では 1.0 が 0.6 になっています、まあ、それでも原爆被爆者が右のデータであり、それでしかも、まあ、先ほど申し上げたような占領率が必ずしも低くなるとか、しているのではないかというふうに私どもは推測しているということで、最後の20分間の結論になるということになります。以上です。どうもありがとうございました。でもお二人のご意見をいただきましたので、ここで討論に入りたいと思いますが、最初に崎山先生の方から、まあ、かなり幅広いお話をいただきましたけれども、まあ、時間の関係もございますので、まずその資料の2の方からの議論をいただきたいと思います。高木学校の崎山先生が書いてある提出資料2の被爆と健康影響について、ここで、まあ、おそらくこの委員のかなりの方が入っている放射線リスクに関する公的情報をかなり攻撃の対象になりましたので、まあ、委員の皆様それぞれ関係がある。でその根拠はここにお示しになった小笹先生の論文でありますので、これも、まあ、専門家として皆さんご存じの通りでありますので、ぜひ活発なご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。鈴木ですけど、小笹先生のこの、論文、ちょっと結論の書き方が違ってるんじゃないかと思います。まずこの小笹先生のがん死亡のプレセスのデータ、まず書かれてるのは200ミリシーベルトを0から200ミリシーベルトを越さないと直線仮説が証明できないという。一つ。ただもう一方でスレッショルドモデル、敷地モデルは排除できるということを2つ言っております。で、結論として放射線が安全なのは線量がゼロの時のみっていうのは、これは崎山先生の解釈であって、小笹先生の解釈では主張ではない。それをまず指摘しておいて、はい、論文にそう書いて論文はノースレッショルドで、ノースレッショルド、それは言ってるのは安全かどうかという意味じゃなくて、モデルとしてスレッショルドモデルは排除できるということを書いています。でもし LMP モデルであるとすると、線量が低くなるに従ってリスクはどん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 小さくなって、結局まあ、統計的に有意に証明できるのは200ミリシーベルト以上、この解析ではそうだということがきっちり書かれているかと思いますので、やっぱりちょっと注意して扱った方がいいかと思います。でも、まあ、疫学的にですね、100ミリシーベルトで 0.5% で死亡率が上がるということは原子力安全委員会とかそういうところでも言っているわけですけれども、その ICRP のモデルを使ってですね、 DDREF を2として、それで 0.5%
上がるかもしれないけれども、それは疫学的には証明できないからっていう書き方をしているわけですね。でそれは証明できないからいいのかっていうことになるわけですけれども、理論的にそういうこと 0.5% 上昇っていうのはあくまでもその IGRP のモデルを使った場合ですね。でこの今先生おっしゃったような、秋葉先生おっしゃったようにですね、デジャワーは倍以上ですよね。もしそれが正しければ15カ国のも倍以上ですよね。そうすると 0.5% ではなくて 1% にある可能性もあるわけです。でそういう仮定があって、それでICRP の DDREF っていうの2っていうのは他例えばベア報告なんかよりも大きいですし、要するに過小評価に行くわけですよね。でそういう過小評価 を基準にして計算したもので、リスクが証明できないだろうというふうに言うのはおかしいんじゃないかというふうに思って、やはりここではっきり言ってやはりそれぞれ専門家としてのご意見をいただいた方がよろしいと思いますので、どうぞご自由にご発言ください。DDREF を2にしようが 1のまましようが、いずれ線量の低いところのリスクは非常に小さいんで、これは検出、要するにバックグラウンドの揺らぎの中にどうしても隠れてしまうっていうのを私たちは言ってるんで、ゼロかどうかという議論はしてないんですよ。そこはちょっと理解してください。亡くなってるっていうスレシオードモデルだっていうようなことは全然言ってなくて、ただ非常に小さくなるという議論だけしてます。小さくなるっていうことで検出できないっていうようなことをですね、専門家がそういうずっと言っていて、あるでゼロであるというような誤解を生むわけですよ、一般の人には。でこういう図が出てくるわけですよね。この一番最後にあるこれ、どなたが書いたか分かりませんけれども、鈴木さんもその中に、コムの中に入ってるんじゃないですか、一番後ろ、この環境省に56人名前が入ってます。どれを指してるのか、事務局から少し補足をさせていただきますと、これを先生ご引用いただいたのが、私ちょっと手元にご用意しておりますが、放射線リスクに関する基礎的情報という形で補助中心となってまとめまして、2月の中旬ぐらいに機関に向けてのリスクコミュニケーションという形でご披露する際に、参考こういう資料という形で現状をまとめたものを出したということがございまして、自然 の, 30% に 0.5% 加わるという話については本部の方には載っておるんですけれども、後々 の後ろの方 の, 参考の資料を説明する際に確率的影響と確定的影響がどういうふうに理解するかって、この基本的な理解、一番後ろの方の、用語解説みたいなところの中に入っている図をご引用いただいているということでございます。で崎山先生の資料、おそらくその最終ページの方の、解説のこの右側 の, 確率的影響の図を用いていらっしゃるというふうに考えております。はい、すいません、崎山先生のいただいた資料にすいません、ぐだぐだで申し訳ございません。崎山先生資料の2、スライドの方の最後から2枚目、13枚目でございますが、そこでご引用いただいている資料でございます。さっき僕がこれを言いましたのは、ここにいる多くの方がここに入っているので、それは良くないと言われましたので、十分ご議論いただきたいという意味でお話しました。ただ実際に今日提出いただいたのは小笹さんの論文ですので、この小笹さんの論文から安全なのは線量がゼロだという結論が出るのか、
の100ミリシーベルト以下の影響があるということは言えるのか、まあ、そこら辺を専門家としてはっきりと議論していただきたいと思って、お願いしたい。どうぞ。どうぞ、ね。まずこれちょっと専門的になりすぎるかもわかんないんで、あんまり長いこと議論したくない項目が DDRF です。これはベア7も、のやつを持ち出されましたが、あれは一応LQ モデルに従って、その原爆のその国境使用、特に全岸にそれを当てはめたんですね。それで無理やりカーベチャーを出して、そのカーベチャーから 1.5 という数字を出したんです。でその前提は LQ モデルのリニアタームがドースレートインディペンデントであるということに準拠しています。これはもう単なるサイエンスですね。でそのサイエンスの準拠しているのはどこから来ているかって言ったら、ケララとロッシが、あれ80年ぐらいですかに、デュアルレディションアクションというモデルを作られて、それがドミネートしました、このフィールド。でそれから L リニアターンはドースレートインディペンデントだ。もともとのデータは染色体から出てるんですよ。でこれは確かにね、 LQ モデルがきっちりフィットして、その L のところは変わらないんです。なんでかって言えばダブル、2ヒットが必要ですから、トランスロケーション、それで L のところと Q のところがきれいに見えて、そういうデータを使って、ところがミューテーションなんかのリニアなドースレスポンスというのはドースレートディペンデントです。だからもともとのベアのああいう議論が全く間違ってです。私あれが出た時にベアの方にそのことを注意を喚起するんで、出たと言いました。でも無視されたんですね、残念ながら。それでずっと世界中がそれでドミネートしてますので、これはサイエンスとしてはベアを持ち出すというのは、私は非常にそのあたりのサイエンスが間違っておると思っておりますので、まず申し上げます。それからゼロリスクの問題です。我々はリスクをゼロという議論をしているわけではないんです。ゼロじゃなくて、結局我々もともとあるリスクが 30% なんですね、がんの。でそこのところらへんで結局どれぐらいのリスクが例えばその線量によって上昇するかということからスタートして、でどれぐらいのリスクならばという議論が我々の生活の中でその容認できるかという考え方を検討しております。それでそもそも最初にそのゼロリスクではないというところは何かといえば、生活のその習慣でも何でもその 10% ぐらいすぐ変動するわけですよ、我々の発がんのリスクも。それは都道府県別にそのがんの死亡率、頻度、それからがんのインシデンスが 10% ぐらい変動しているというところからまず来ているんです。だからこういうような状況の中でゼロとかいう議論を我々はするんじゃなくて、どのあたりならば人間社会で普通の生活なので放射線を使って生活していけるかという議論をしているんです。だからそのあたりのゼロリスクでないといかんというのは、これはもう先の見えない議論になるので、そこのところは本当に何て言うかな、エンドレスの議論になって、普通の議論ではこれ対応できないと私自身は思います。いいですか。はい、私そういうことにはちょっと不明なんですけれども、専門的な話なんでね。ただちょっと丹羽先生にお聞きしたいんですけれども、冒頭のですね、崎山先生のこのポイントの丸2のですね、2のスライドだとかではですね、放射線が DNA に当たると、破壊的な、1本でも当たると破壊的だとかですね、その4ページ目にですね、発がんに関する科学共通認識だとかですね、こういったことについてはですね、要するに私たちはそういう放射線があるといろいろと人間の中で細胞の DNA が破壊されるという事実はあるだろう。それがある
まあ、どういう形で、まあ、起こる、確かに放射線がいっぱいあればですね、いっぱい起こるだろうと、だからそれはリスクが高いというふうに考えますよね。ただもちろん自然界にもそういうリスクはある。ただ要するに、福島の原子力事故があってさらに増えた時にその、住民の健康を守るのはどうするのかっていう議論をするわけですよ。ですからこれは普通よりもですね、高くなっている放射線のところにさらされている、まあ、住民、あるいは我々もそうかもしれません、ね、それに対してどうするかって議論だから、あまりそこのところの議論でですね、注視しないでもっと前に進めたらいいと思うんですよ。そうしましょうよ。もうこれはそういう事実があるわけですから、線量が多くなっているという事実がですね、だからそれでやっていただければいいと思うし、僕はまあそれにもうここにも書いてあるようにですね、いろいろわからない人間の体にはその低線量であれば、あれ何でもですね、わからない事実がいっぱいあるわけですよ。例えば私たちもいつもがんができてるかもしれないけども、それが自分の免疫で到達してるかもしれないですね、治ってるかもしれない、そういうものもあるってわからないんだけれども、じゃあそのこの少し増えた放射線量の中でね、どうやったらもっとあのその前と同じように健康に過ごせるのかということについて考えていけばいいとしてるというふうに議論を進めていただきたいと思います。まさにそうだと思うんですけれども、あのリスクゼロの社会はないということで、あの例えばタバコのリスク、あるいはまあ、肥満になった場合とか、そういうようなことと、あの放射線、今事故によってあの放出された放射線によるリスクをあの比べるというのはおかしいと思うんですね。で、あの私たちはその望んでこの被爆しているわけではないですし、事故によってあの被爆させられているわけです。ですから、あのそういう汚染された土地にいる人、選択権がほとんどないわけですよ、避難する以外にですね。そういうことを考えて、あの通常のリスクとあの比較するということは間違えている。例えばタバコを吸った方があの、何ミリシーベルトよりもリスクは高いというような議論はありますけれども、例えば胎児だとか子どもはタバコを吸いません。でそういうものに関してもあの被爆というのは一様にさせられるわけです。ですからそういう議論というのは、いや、あの通用しないんじゃないかと私は思います。そういう議論してるのに違うんですよ。別にタバコと比較して議論してるんじゃないんですよ。それで誰が一番被爆して困ってるかって福島の方なんですよ、ね、福島の方でおられる方、ここに住みたいって方がおられて、その方は困っておられるんですよ。だから我々が困るわけじゃないんですよ。だからその方々がそのような、なぜそこ、もしも出て、あの外に出て行きたいという方は、あの出て行っていただけるような状況というのは、一応規制委員会の議論の中でそれは必要だということは我々認めております。でそうでないといかんということも言っております。それで出て行かない方もおられるんですよね。それでそのような方々は放射線を受けてるわけです。私も住んでて受けてるんですよ。で私のこれでもう福島市にいて年間計算したら1ミリシーベルトトータルですね、追加じゃない。で私の家の前が 0.5 マイクロパーアワーで、すぐ横の溝は2マイクロパーアワー。それの中で家にいて生活して、それで作業して、だいたい年間1なんです。まあそれはいいんですが、そういうような中でそのような線路がやはり追加だから嫌だと思う方いっぱいおられます。当然でそれの中で本当にそれがものすごいリスクで、財産とか、あるいはあの家庭を破壊して、その お母さんとお父さんが別れてでも避けなければならないかということを我々議論してるんです。だからそのゼロリスクということを議論してるわけではありません。どうもありがとうございました。あのまあここの会議としてのこういうご議論もあれですけど、時間が問題ですので、あの少し 現実にかのデータに戻りますけれども、関山先生、この図表の7番ですか、7番で小沢さんの論文をお出しになって、そしてその全領域の ERR が 0.42 であると、
そしてこの20ミリシーベルトの方がそれより高いからというようなご説明でございます。赤い線でその20ミリシーベルト。これはあの小澤先生 の, あの、論文そのままですから。ただこれはあの平均値はここかもしれませんが、誤差の範囲ですから、これでゼロではないというふうに、リスクがないとは言えないということを言っているんです。ですから、そのこれはあの標準誤差、すいません、あの、こういうあの、論文は私はそのまま言っているわけですけれども、こういうあの診断範囲とかですね、この点がどういう意味を持つかとか、そういうことに関してはあの疫学の専門の方ですね、例えばあの津田先生のような方をあのお招きになってご意見伺った方がいいんじゃないですか。もっと単純にもう平均値とスタンダードエラーがあって、そしてそれが非常に大きい時でも、そしてそれがのゼロという意差がない時でも平均値が高いからということをの強調なさるのかどうかということは、誰でもここの誰でも議論できる範囲の問題で、専門家ならそういうことはしないと思います。これはあの診断範囲がですね、診断範囲があの、ゼロよりも下回ってるということで、有意差が、統計的有意差がないということを言ってるわけですよね。でそれがあの P 値が 0.05 あの以下でないと有意差がないというふうに言ってるわけですけれども、 P 値 0.05 というのはそこから外れる確率が 5% ということですね。ですからこの中に 95% の確率で実際の、値は入る、真実の値は入るという意味だと思うんです、あの信頼範囲というのは。でそういう意味でこの点はリスクがないとは言えないだろうというふうに言ってるわけです。先生のご解釈はそういうことだというか、はい、どうぞ。ですね、この問題はあの下の上がってるやつっていうのは、あの70年代にピアスと、ピアスじゃなくてチャールズ・ラインが議論していることで、これバックグラウンドのポピュレーションをどう取るかでいくらでも変わるんです。それでしかも使うモデルをどういうモデル、リスクモデルを使うかで、これまたいくらでも変わるんです。古川さんの確か最近のモデルが、ノンパラメトリックかなんか知らんけど、そういうやつ使ってやるとこの、あのやつは出ません、そもそも。それでもう一つはこのコンフィデンスインターバル変わります、そのリスク。だからこれを捕まえて議論するというのはそもそもサイエンスじゃないんですから、このところで議論する、それをやめてください。他にご意見ございませんでしょうか。あの次のあれですか、発表の方でいいですか。秋葉先生、これ今の回では次秋葉先生に移ると、あの秋葉先生のお話に対してどうぞ。今丹羽先生から話がありましたけれども、あのこれ本当にバックグラウンド、まあ、要は非被爆者の範囲を、何キロまで取るかによって、この結果相当不安定になってしまって、逆にあの低いところであのもっと低い方にシフトしてしまう場合もあります。それはあの先生ご存知だと思いますけれども、それから結局近距離被爆者に関しては相当きめ細かくあの被爆線量の再構築とやってますけれども、2km より遠いところになってくるともうかなりラフな推定、距離と、遮蔽状況しか考えていなかったはずですので、その意味で、まあ、線量推定の誤差も相当大きいということで、まあ、ここのその、点推定値だけを取ってですね、どういう形になるかっていうのは、まあ、あまりいいやり方ではないと思います。でそれとあと、まあ、おそらくここ の, まあ、メンバーはあの皆さんその敷地があるというふうに思っていなくて、敷地があるかどうかは分からないけれども、でもあの敷地がないという前提で考える、少なくとも放射線発火については、そういうふうに考えるという前提はあの受け入れていると思います。
よくありがとうございました。まあ、今ちょっと秋葉先生の言ったところだったんですが、他にご意見ございましたでしょうか。秋葉先生、結局一番先生のお話になりたいのは僕22ページの会見長をおっしゃるんですが、まあ、ちょっと言葉、私はスライドを使って発表するということにしたので、その文書としては言葉プラグのところがありますけれども、固形がんの、まあ、例えばこれは過剰相対、線量あたりの過剰相対でしたという言葉がちょっと覗かれておりますけれども、そういうふうにご理解いただけます。どうぞ。秋葉先生 のご発表をちょっと質問したいんですけれども、これはインドのですね、こういうところでの調査ということなんですけれども、まあ、例えば被爆の、被爆者とのですね、いろいろと比較もちょっと出てきますけれども、放射線による過剰リスクが観察されないのはどういうことかっていういくつかのこう推測した原因を推測したのがありますけれどもね、例えば私たち日本でもですね、まあ、今死亡診断書の書き方について私たちもすごく議論してますけども、思想濃度で亡くなってるなんていう死亡診断書が時々出てくるわけですよ。これは要するにそれで肺炎になって、誤嚥性肺炎で亡くなってるんですけどね、まあ、こういう事務的なちょっとおかしなことも起こってる中でですね、私たちは少なくともがんを発見しようと思っていろんな検診もやってます。それから特に被爆者の方はですね、何か起こるんじゃないかと思って年1回とかそのぐらいやってる検診をやってる方もいますしね、そういう中で見つかるものと、それからこの非常にまあおそらく自然豊かなところでですね、あんまり医療もなくですね、医療もなく亡くなっていく方の死因、まあ、がんの死因といいますかね、それの確実性、それから認知の仕方ですね、そういったものもですね、全然違うと思うんでですね、なかなかこれ比較は難しいと思うんですよね。でまず真っ先にその高いレベル、線量の放射線のレベルを考えて、その過剰リスクが観察されないのは何かといったときにですね、私はその医療の違いっていうのを感じたんですけど、どうでしょうか。ご指摘の通りでありまして、死亡率について、もしもインドでですね、がんの死亡率を使って解析をすれば、やはりご指摘の通り信頼できないものになると思います。ですからお言葉多分で申し訳ありませんでしたが、10ページにも示してありますように、私どもはがんの死亡率を使っているわけではなくてですね、地域がん登録というものを1990年に設立して、そこで得られたものを使っています。でこの医療のレベルが低くて、がん登録のレベルとしても低いのではないというふうに、なご指摘かもしれませんが、実際に、まあ、我が国では都道府県等はないですけれども、ほとんどの府県で地域がん登録をやっておりますが、その中で、この五大陸のがんという、IARC がパブリッシュしているものに収載したというのは、正確な数は覚えてませんけど、10種に満たないと思います。ですから、どちらがきちんとしたがん登録かといえば、まあ、少なくともその日本ではわずか10種に満たないレベルのがん登録に誤しているがん登録であると思うので、それははっきり言えばインドに対して大変失礼な言い方であると思います。特にこのケララという地域は公衆衛生のレベルが非常に高い地域でございまして、インド全体では乳児死亡率かなり高い、正確な数字をちょっと覚えてなくて申し訳ないんですけれども、まあ、大体50とかの病床に1000の出生があれば最初の患者が迎えるまで死んでしまうことなんですが、50人とか60人とかいるという地域という数字だと思うんですけれども、ケララでは大体15人くらいの数字があると、そういう意味でも、いわゆる途上国というレベルの公衆衛生ではないということで、そういう公衆、疫学的な調査をやる基盤ができている。モンゴル率についても9割を、しません、識字率についても9割を超えているというふうに言われております。ですから、先生のご認識のようなインドとはちょっとこの地域が違うというふうに私は思っていますし、例えば、乳がんの診断一つとっても、このがん
センターは、RCC、ドリバントラにある管理センターは、まあ、失礼ながら、まあ、放射線の専門家をおられるので大変失礼ですけれど、必ずしもがん診乳がんのがん診断については、日本と引けを取らないのではないかと思っています。で、ここでは乳がんの写真を撮ったら、その場にもうロンドンに送ってやって、そこで、まあ、診断を受けているんですね。そういうレベルというのは日本では多分ないだろうと思いますので、そういう若干先入観をお持ちのコメントではないかというふうに思います。どうぞ。すみません。今、放射線に大体安全量はないというようなことを、この委員会の皆さんは認識されているということをおっしゃられましたけど、でも、あるならばですね、その認識に基づいて、まあ、1ミリシーベルト以上、今までの決まりであった1ミリシーベルト以上の場所に住んでいる方々に対するその健康診断とか、あるいは保障とかですね、そういうことをされるようにされるでしょう。そういう結論を引き出してほしいと私は思うんですが、いかがですか。まだ今から議論、今占領の議論が主でして、占領を見て、それからその占領に基づいて何をするかという議論に入っていきますので、ちょっと今まだそのどういう方向に進むかということはここでご質問に答えられないですね。の皆さんがどうお考えになってどういうふうにご発言されるかということで、今委員会の方向は決まっていくと思いますので、初めから1ミリシーベルトをどうするというそういう観念的な議論ではなくて、具体的にその何をするかということのお話になっていくと思います。秋葉先生のお話にあと何かございますか。先生、これケララ以外も中国もかなり行っていらっと思いますけど、今のさっきご質問のあったどれぐらい関心があるかとか、どれぐらい真剣に状況を見つけるかということで違いがあるかというお話は、例えば中国とインドと比べたときに何かそういう中国、まあ承知のように中国の広東省の、海南島の近くの地域に、こうして放射線の地域がございます。そこでのやはり同様の調査をやっておりますが、その地域では、やはり死亡診断書は使えないということがありまして、北京にある研究所の先生たちが3年か4年に一度その地域に訪れて、その地域の主な部分全てで情報を収集して、実際にはですから関東と同じようなことをやっているということがあります。でインドと中国と比べてどちらがその診断のレベルが高いかはちょっと、ここではあまり申し上げたくないと思いますが、印象としては私はインドの場合はやはりインドだなというふうに思っています。他に何かご質問ございませんでしょうか。次はまだ議論の時間が取れるようですので、竹山先生のことに関して何かまだご質問がございます、あるいは答弁ございましたらどうぞ。どうぞ。竹山先生のご発表の大変広範囲だったので、必ずしもこの委員会での議論のミッション に含まれないものもあってですね、それでちょっと議論が少しこう横にされてしまったかなというところは残念だったようにお聞きしました。そうではなくて、この委員会の、議論ミッションの中で、使わせていただける資料の中でですね、この丸3の表があるかと思うんですが、
これはいろいろなその、まあ、事項もあるいはいろいろな法律に基づく、検診の比較表ということで、大変網羅的にまとめていただいていると思います。でここから注目すべき点、先ほどおっしゃったようにそのいきなり何らかの結論に結びつけることではなくてですね、そうではなくてこのせっかく表にこう整理していただいた中で、こことここをよく比較してほしいというそういう点がございましたら、この表についてあまりご説明いただいてないので加えていただければと思います。先ほど申し上げましたが JCO 事故の周辺地住民は1日4メートル以上になった人が健康診断とかいろいろな検診を受けるということができます。それでそれに比べますと福島県民ではそういう1ミリシーベルトということはなくてですね、20ミリシーベルト以下なら安全というようなことで基幹政策が取られているわけですけれども、そういうことではなくてやはり同じ国民なんですから1ミリシーベルトということをきっちり守ってもらいたいということとですね、原爆被爆者はずっと被爆手帳というのを持っていらっしゃって、いろいろな健康障害が起こった時に無料で、検診を受けられるという便利があると思うんですけれども、福島県民だけではなくてですね、今度の事故で被災した人たちはその被爆手帳っていうとなんとなく差別というようなことになりますので、健康手帳というようなものを持ってですね、ずっと生涯検診が受けられるような、で健康に不安がある時っていうか体の具合が悪い時には無料で診療が受けられるというような、そういう制度を作っていただきたいというふうに思います。どうぞ。病気になったというか具合が悪くなった時に医療を受けるということと、その健康な状態で検査を受けるということはちょっと違うことだと思うんですけどね。それはそうなんですね。日本は検診が多すぎるということがあってですね、庶民先生もご存知だと思いますけれども、肺がん検診だとかですねは日本とハンガリーだけしかやってませんよね。そういうのは健康な人が受けてるわけです。そうですよね、検診は。で私が言ってるのはそれ何か障害があった時に自主的にその診断健康診療が受けられるような制度を作ってほしい、そういうことを言って申し上げてるわけです。症状がある時に受けるということですか。ということは医療の話ですね。医療をそのできるだけ無料でカバーするとかそういう意味ですか。ということは、健康な状態でいわゆる検診を受けるということを制度化するわけではないという意味ですね。だから日本はいろいろ検診、無駄の検診というのが多いと思うんですよ。でそれは私たち医療被爆のことをずっとやっていまして、それを感じているんですけれども、例えばがん検診とかですね、そういうのはあまりその、なんていうか効果ははっきりしないのにやってる、そういうところはありますよね。ですから被爆っていうかこういう汚染したところに住むことを余儀なくされている方がですね、また制度的に、1年に1回ずつ、検診を受けるというようなそういうような制度っていうとまた無用な被爆を起こす可能性はあると思うんです。ですから任意っていうかその人が自主的に
診療を受けたいと思うときにそういうことをした方がいいというふうに、要するにその医療を保障してほしいということです。どうですか。私も同じ考えで、つまり健康手帳を持ってこれから検査を受けるってことはですね、僕は以前の委員会でしょ、提案したというか意見申し上げたことあるんですけども、なぜ必要かっていうと、その被災した人たちがこれから生涯にわたってこれからフォローしていくわけですよね。その時に証明って言いますか、しっかりとしたデータって言い方もしいんですが、検査の結果をですね把握する、それからご本人もその自分はこれからも検査を受けた方がいいんだっていうことを自覚するという意味で、検査のためのそれを、国なり行政がバックアップする、そういう姿勢ですよね。つまりいつまでも福島にいるわけなくて全国に散らばります、海外に行く人もいるかもしれない、そういう人たちがしっかりとこれからも検査を受けられる、それをフォローしていく制度が必要だと思う。で、具合が悪くなったからその手帳なりを持って検査を受けた、これは全く別の話だ。それは被爆を受けたからじゃなくて、実際に本当に病気になるかもしれないし、その度に具合悪くなったからといって、医療機関に行って検査を受けた、ちょっと別の話じゃないかというふうに私も思います。どうもありがとうございました。もうだいぶの時間オーバーしてきましたので、今いただいたご意見全部の録音の音質、あとの議事に出てまいりますので、それぞれのご意見を十分にいただいて、主に今日の後半の方のお話は今からこの専門家会議で議論になってくる部分でございますので、今すぐにそれに対してお答えというのはできませんけれども、十分にご意見を記録させていただいて、次の議論に使わせていただきたいと思います。続いてでは議題4の方でございますが、被爆と健康影響の1回目ということで、各自ご用意しましたものは資料の4でございます。で、中身を説明する前にこれ何かと申しますと、今健康リスク評価として知られておるものというのは、WHO の報告書が出て、すでに出ているということがございます。で、これから冒頭申し上げたとおり、4月には、アンスケアの報告書も出るという形で伺っておりまして、実際被爆に対して、その健康リスクを、どう計算するかというところを、当然被爆量だけだと健康リスクは見えないわけですので、だから計算式を当てはめて一定のリスクを分析をするということを、WHO の方でも計算をしてございますので、その計算方法をごくごく簡単にご案内を差し上げて、必要でしたら今後の被爆と健康影響の話の中でどういう計算をするかみたいな形でご示唆をいただければと思うものでございます。で、簡単にご紹介をいたしますと、リスク評価の概要ということで、もともとのこの WHO の目的としては、将来の健康影響そのものを予測するわけではなくて、リスクがどれぐらいあるかという形で評価をして、そのリスクを踏まえてどういう形で健康政策を打っていくかという形の、レコメンドをするために、このリスク評価を実施しているということで、過小評価を最大限避けるということを、大事な目的にして作られているということに承知をしております。で、リスク評価の科学的なベースといたしましては、広島長崎 のデータでございますとか、セルノブイのデータをベースにご議論、リスクについてご計算をいただいたというふうに承知をしております。で、お見取りいただいて3ページ目でございますが、WHO の計算方法といたしましては、今回、がん及び白血病につきましては、これ、詳細に障害リスク、後ほどご説明をいたしますが、評価をしていると。で、放射線による遺伝性影響につきましては、これは人の疫学では認めていない、他方、人って100年ぐらい生きますので、おそらくその疫学的に見えづらいというところもあると思いますので、動物実験も参考にしております。
が、2桁程度、被爆のリスクを考えると、さらに小さいということで、遺伝性影響については、この報告書ではリスクを調査していないというふうに理解をしております。その他の確定的影響につきましても、これも急性の話で数週間出てくるものですから、そこについても長期予測の中では入れていないということと、精神影響につきましても、WHO って健康全体を見ておりますので、深刻な話の一つではあるんですけれども、放射線との関係という話の中では評価の中に入れていないということでございます。計算方法でございますが、これはベースラインを国立がんセンターの罹患データ等に基づきまして、どれぐらいのお年でどれぐらい の, 疾患リスク、どれぐらい罹患するかということをグラフカラーでいきますが、灰色のグラフでございまして、でそれに対して被爆に対するリスクを過去の知見から計算をいたしまして、上乗せをしてどれぐらいの割合になったかという形で計算をしているものでございます。で計算方法の概略ですけれども、被爆線量の方は今日ご案内いたしませんので、少し飛ばしまして、被爆線量の他に計算方法としては、モデルを計算いたしまして、ここが DDREF は考慮せずに、DDREF はそれぞれ、それぞれの先生方で、ご評価違うところもあるので、これを1とした、これをベースに DDREF、例えば2と考える方は2で入れると、10考える方は10と。いう形で評価をしてほしいというスタンスで、1で1と同様の計算式になっているという形で計算をしているものでございます。また式1仮説でございますが、仮説に基づいて、1ミリシーベルトでもいれば必ず健康影響が出るという形で計算をしておるものでございまして、でかつ健康リスクについては、罹患に対してその割合でいくか絶対的にプラスをするかというハイブリッドモデルで計算をしているものでございます。で次7ページ目でございますが、簡単にリスクモデルを出しますと、被爆と健康影響のリスクの考え方としては、相対リスクということで、元々のリターン率にかける1点何倍みたいな形で計算をする方法、過剰で絶対リスクで差し上げる方法と、2通りございますが、あまり片方に寄せてしまうと、非常に罹患率の小さいがんである場合は、非常に小さくなったりとか大きくなったりとか、そういう問題が出てまいりますので、白血病、甲状腺がん、前固形がんについてはそれぞれのリスクを半分ずつ見込んでいると、乳がんに関しては絶対リスクで計算をしているという形で計算をしている。この計算方法はアンスケアとか ICRP であるとか、過去のモデルを参考に WHO の専門家会合の中でお決めになられたと伺っております。で本来WHO の報告書全部ご報告するのであれば、線量とか線量の伴ってリスクを説明しなきゃいけないんですけれども、今回は計算方法にだけ集約させてご説明をさせていただきます。で9ページ目でございますが、これ100ミリシーベルトを浴びたときに、どのようなリスクが89歳まで、あるいは15歳までに、15年なうちに認められるかっていうのを100で計算した場合をお示しをしております。ベースラインの 0.、例えば1歳でございますと、9ページ目の左側でございますが、一生涯で過去 の, エコーとかの、介入をせずに罹患で知られている割合が、0.21、100人当たり 0.21 というのが知られていて、女性の場合は100人当たり 0.77 という形が知られていて、仮に100ミリシーベルトを、浴びた場合、生涯に浴びた場合には、それぞれリスクが 0.096 上がると、で 女性の場合は 0.428 上がるという計算をしておるものでございます。で10ページ目は同じく15年間の、リスクを見ておりますけれども、15年間エコーも何もせずに普通に自然に発見される割合が、1歳の場合は 0.0014、20歳でしたら 0.03 という形になりますが、それに対して、100人だったらこれぐらいのリスクが出てくるだろうという形で計算をしているというふうに伺っております。これ今甲状腺がんでお話をいたしましたが、ご目くりをいただいて、11ページ、12ページ目が白血病のリスクで、これは直線モデルではなくて実測性モデルで計算をしたというふうに伺っておりますが、考え方は基本的に同じでございます。ちょっと潜伏期の話はすっ飛ばしましたけれども、甲状腺の場合は3年を超えてから出てくると、で白血病の場合は2年を超えてからという形で出てくるというふうな上で、計算をしてこのような値になっているというものでございます。
で、次の13ページ目、14ページ目はこれ乳がん、女性だけ計算をしてございまして、すみません、飛ばしながらで恐縮でございますが、15ページ目、16ページ目が、全固形がんで100ミリシーベルト、生涯で受けた場合に、まあ、これ、DDRF を勘定しない場合に、まあ、これぐらいの、まあ、リスクが出るという形で計算をしておりまして、これ、あくまで罹患という形で計算をしておりますので、一般的に広島、長崎の例で、我々が知見としても用いさせていただくのは死亡の方でございますので、それは100ミリ当たり 30% で 0.5 という形になりますが、ダブルチの場合は罹患という形で評価をされましたので、その数字とは異なるという形でございます。で、最終ページにこういう罹患でリスク評価をすることによる不確かさの原因について簡単に述べてますので、ご紹介をさせていただきますと、まあ、まずその線量評価、これは綿密にやらないとリスクがどれぐらいかということが、まあ、分かりませんので、WHO の場合は先に線量評価報告書という形でまとめて、最大限例えば4ヶ月間外にいるとか、全く避難しなかった場合ということで最大限見込んで線量評価しておりますが、まあ、いずれにせよ、まあ、線量評価をしっかりした上で健康リスクを計算するということが、まあ、大事なのかなということと、さらにその受けた被曝について臓器別に因数分解した場合に、そこに、まあ、医者の計算をするということで、まあ、一定の、まあ、バイアスが生じると、あるいは障害線量につきましては、土壌降水量に基づいて半減期等を考えて、およそ1年目の2倍という形で計算をしているというふうに承知をしておりますが、まあ、その辺も当然除染とか、あるいは自然によるもの、移住によるもの等で障害被曝は変動していくだろうという形でまとめております。すいません、まとめております。で、また健康に関する統計データも先ほど申し上げた通り罹患という形で用いておりますので、統計の限界もございますし、診療技術によって大きく異なるということがありますので、まあ、それに基づいてベースラインも、まあ、大きく変わってくるというリスクもございます。で、そういったことと、あと先ほどの DDRF を考えずに計算をしているというリスクも問題もあるというところがございます。で、最初18ページ目でございますが、まあ、リスクモデルとしての問題点、これは WHO が挙げているところでございますが、そういった意味で罹患データというのが単純にその人の罹患だけではなくて、医療技術とか年次の推移とか、そういったもので変動するという要素もあると思いますので、罹患については将来予測については、まあ、大きな確実性があるということと、子どもの場合の罹患、がんの罹患というのはもともと非常に少なくございますので、それをこういう形でモデル化することによって、当然な元の数値が低いだけに、まあ、確実性が生じるということはございますし、今もともとその自然に見つかっているものと、検診で見つかっているものという形で、まあ、確実性が当然のように考えられるという形で、これはお断りを入れているものでございます。で、今回はこういう形で計算をしたという形でご紹介を申し上げましたが、まあ、この、まあ、次回以降、まあ、アンスケアがどういう形で計算をしているか、あるいは WHO がもともとどういう形で計算をしているかということと、まあ、この線量評価、この会議の中でいただきますので、まあ、その線量評価の、まあ、程度というものを、まあ、ご比較いただいて、まあ、どれぐらいのリスクを見込むか、でそのリスクに関して、まあ、積極的にデテクトして見つかるものなのか、まあ、スクリーニングという形で、まあ、長い目でモニタリングをしていくという形でチョイスをするのかという話が最終的なご意見につながろうかと思いますので、今回計算式だけご披露させていただいたものでございます。どうもありがとうございます。まあ、確かにまだ今後続きますし、アンスケアのデータが出てくる、まだいろいろと議論がありますので、今日は、まあ、WHO の計算式の方法をご説明いただいたということで、終わりたいと思います。で、次、アンスケアに関しまして、石川委員からのご説明いただいたのに、それにいかがなくて、それでは、なんか、もう、これ読んでいい、まあ、この次が多分、アンスケアの、の議論になるところではないですか。すいません、次回議題1でお示しをしました通り、4月の早々には出すという形で伺っておりますので、まあ、それを踏まえて可能な限り、分かりやすい形でご提供させていただきたいと思います。本当に今日はちょっと司会の手際でオーバーいたしまして、
まあ、予定としまして、今日だいぶ線状評価についての事実と評価とご意見をいただきましたら、もうその次の次ぐらい、あるいはその次も含めてから、まとめをやはりはっきりとしたまとめをつかなきゃいけないので、もうその間に、もしあのメールでも結構ですし、もう次でも結構ですし、もうぜひ委員個人の意見を、まあ、できるだけいただきたいと思っております。よろしくお願いします。それでよろしいですか。はい、ありがとうございます。今日宿題としていただきましたデータ、可能な限り次回ご用意させていただきたいと思います。で、また先ほど社長からご指示もございました通り、この前の議論を踏まえて皆さんで専門家会合としてまあ、シェアできる、まあ、専用評価という形でまとめの作業を高等副大臣からも、まあ、ご指示もになりましたので、そういう形でまとめさせていただいて、そのたたき台をベースにまた先生方にご議論を頂戴したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。次回に関しましては今まさに先生方に日程のご都合をご紹介している最中でございますので、可能な限り早い時期とたくさん先生方に集まっていただける日に設定させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。それでは10分ほど紹介して本当に申し訳ございません。またよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございます。